はい、こちらがね、最新の時計になります。ベアリング時計。はい、お疲れ様でございます。今回はね、これ商品名よくわからないんですけど、レトロ、なんて言うんですか、レトロゴルフクラッカーズ、知らん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 。昔縁日の300円のくじでこれに似た商品よくあったと思うんですけどね、商品名がよくわからんかった。今回こちらを 3D プリンターで印刷していきたいなというふうに思います。はい、こちら印刷時間なんですけどね、だいたい50時間ぐらいかかりました。嘘です、適当なこと言いました。印刷のパーツは3つでね、インフィル密度をだいたいいつも 25% で印刷してるんですけど、今回 40% で印刷してます。はい、印刷できたのがこの3つのパーツになる。カメラちょっと歪んでないか。ちょっと待ってください、ね、この最初から準備しておかんとあかん。角度が、印刷できたものがこの3つのパーツですね。それは今回ね、こちらの紐を準備したのでね、これで組み立てていきましょう。ほんまはね、ビニールの紐じゃなくてね、タコ糸みたいなやつがいいんですけど、ちょっと持ってなかったんでね、ここに紐を通すと。なんかあの、剣玉みたいなやつですかね。そして、これ、商品名がわからないんですよ。なんか昔からあったんですけど、ここに玉を1個作ります。そしてこれでもう抜けないですよね。これちょっとね、後でハサミで切ります。そしてこれを、あれこれどうするんでしたっけ？これをここにくくって、これハサミで一回ここ切るんか？長さがわからん。長さこんなもんですかね。わからん。長めに切ろうかな。切って二つ準備しましょうか。そしてこれを結んでいくと。はい、これで完成。長さ全然違うやん。全然合うてない。全然合うてないよ。テストでこの長さでいきましょうか。長さをだいたい一緒にして、もうちょい長めか。こっちが短いな。あれ、これで、こうやって、違う。できん。出てやるんでしたっけ？おお。おお。ああ。なんてことや。危ない、取れた。ちょっと待ってください。これうまいこといかんな。ちょっといろいろ試したんですけどね、ビニールの紐ではうまいこといかないですね。そしてね、これ一本の紐で、ここの真ん中にこんな感じでくくるみたいです。そしてこれを、確かね、こうやって遊ぶんですよ。カチャカチャカチャ。下手くそか。昔もっとできたんですけど、やっぱね、このタコ糸みたいなやつじゃないと無理ですね。めっちゃねじれる。なんかね、ビニールの変な癖がついてるんですよ。ねじれてる癖が。これもう無理や。こちらの 3D データなんですけどね、この動画概要欄の方からまたダウンロードできるようにしておきません。自力で探していただけると助かります。物のせいにしてるけどね、ウプ主のやり方が悪かったんかもしれない。昔もっとできたんですよ。カチャンカチャンって。そしてこれ商品名なんて言うんですか？わからんわ。全くわからん。なんか300円のくじで、外れのやつ、こんなんありませんでした。以上で終わりましょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ちょっと待ってくれ、レール。